なんと手札に6枚マナが揃った人が勝ちという、特殊ルールです、名付けてカルトセプトポーカーと言いますね。はい、ポーカーで6カードを作るようなイメージですね。ちょっと違うのは相手の手札に干渉できるというのが普通のポーカーと違うと思います。ではマナ6枚誰が一番早く貯められるのか、対戦開始スタート。やります。マナ6ブック。さあポイントはマナ4は入れるのは当然として、それからリフォーム、セフト、面白そうね。でしょう。はい、面白そうですね。さあ早速マナ出ました。早速マナ出ました。バリア張らないはないんじゃないか。バリア張らないはないんじゃないか。もうセフトしちゃうよ。さあ三軒さんは、さあ工藤さんが、そう、工藤さんがマナ1位。そしておっとこれはバリアかチャリティーか、チャリティーを使うか。まずはバリアを使って順位を下げてチャリティーの効果を、チャリティーいいですよね。チャリティー最大4枚カードが引けるんで最高です。チャリティーは、はい。しかし今のは順位、まずリフォームする。何をリフォームする？おっと、バリアを消して、まさか、バリアをリフォームする？やはりチャリティ。チャリティをリフォームした。おお、天才チャリティをリフォームしたということは、もう、三景さんの手札にはマナが3枚。ひどい。これはずるい。これはセフトで奪うしかない。セフトで奪うしかない。金がなくてもセフトするしかない。ひどい。まさかの、チェンジリング入れてきた。一気に勝負を仕掛けてきた。まさかの、なんと、工藤さんが今、そうするとマナ2枚、三軒さんがマナ3枚という状況。これ3、はい。これで今、マナ1枚奪ったんで、工藤三軒、ユーピーの順に言うと、2-2-1、いい戦い。怒られて終わるだよ、バーカ。ああ、よかった、100D。いやー、これは面白い。まさかのバリアを、さあ、ハイジの手札は、ハイジもセフトから来た。しかし、ここはバリアから行った方がいいか。これポイズンマインドがポイントなの。まずバリアだな。はい、まずバリア。判定のバリア。で、ここのね、ドローを引きたい。ドローを引きたい。まずバリアするよね、やっぱり皆さん。おー、早速、ワンドロー。フェイト天才。フェイトは頭いいね。フェイトは頭いい。これで何を引くか？お、ホープ引いた。天才。ホープうまいぞ。おっとー、すごい。さっきユーピーさんがセフトしなかったら、おー、金、ユーピーさんがセフトしなかったら、三軒さんは2ラウンドでまだ4枚という状況だった。三軒さんがまだ3枚。これはやばい。三軒さんがまだ3枚、やばいと。やはりここはチェンジリングじゃないか？チェンジリングじゃないか。三軒さんにチェンジリングだろ。よし、行け。三軒さんやばいぞ。三軒さんのブックには今、まだが8枚あるからな。引いたもん勝ちだぞ。フライかよ。フライでドローしようと思ったのか？さあ、まずはセフトだよ。おぉ、ホープもいいんだけど、まずはセフトだよ。三軒さんがやばい。はい。まずはセフトでマナを奪う。いい勝負だ。これでマナ2。全員2-2-2-2。2-2-2-2状態じゃない？さあ、工藤さんは、全員マナが2。まあ、いい勝負です。おっと、バリア出た。バリア出るのいいね。バリアが、連続で出るのは非常に嬉しい。そう、相手の手札をシャッターしてる場合じゃないんだよね。できるだけドローしたい。おー、エレメンタルラスを入れてくる。アイドルを封じようと思ったのか。しかしちょっと、三軒さんは一気に勝負を決めようと思ったんだが、屋根が、バリアを張らなかったせいで、相手からセフトされまくるという状況に陥っておりますね。はい。妨害よりも、まずドローの方が先だと思うんだよね。三軒さんを、ゴブリン2枚にした。三軒さんやばい。おい、来た。マナさん来たぞ。マナさん来たぞ。これまずホープが先。セフト来た。セフト来た。イコールいらねえだろ、これ。よし。セフトでこれで4枚目のマナが揃う。4枚目のマナ、あっさりこれゴールするんじゃないか。ホープ、工藤対ハイジの戦いになってるような気もする。工藤対、さあ、マナ、またホープが出た。セフト、ホープ、シャラザードもうざったんや。でもシャラザードいらないか？これはセフトし合う感じだね。三軒さんがちょっと、最初にバリア張ってから、リフォームすればよかったかな。自分が2枚持ってるのをリフォームできればそれで終わるのか。
そうだよ。それでも、でも、あ、そうか。それで終わりはしないかな。手札のリフォームをまず1枚使うことになるから。今何した？フォーサイトをやった感じか今。バリアの切れ目がでも縁の切れ目だからな。そこはちょっと辛いところ。さあ、ユーピーさんは？スクイーズ。スクイーズ。ちょっと、妨害。ユーピーさんは妨害寄りだね。自分がマナを集めるよりも敵のマナを妨害したい感じ。しかし、バリア張ってる人が二人いるんで辛い。でもバリアの切れ目がもう縁の切れ目だね。これ、シャッター、シャッター。シャッターシャッタースクイーズチェンジリングというすごい邪魔ブック。リフォームでもいいよね。リフォームシャッターとか何かうまい手があればいいんだが。さあハイジは？ハイジはリコールいらないな。リコールいらないな。まずセフトでしょ。セフトで三剣さん、そろそろ三剣さんのマナを奪う。これでハイジはマナ4まで来た。これなし。マナ4まで来た。マナ4まで来たぞ。よし。おーっと、イビルブラスト。あんま関係ないね。これ、ホープ。さあ、工藤さんがマナ3。三剣さんが1。ユーピーさんも1。アンチモン、バリア強いな。バリアとアンチモン両方来てる。どっちかというと、もう一回バリアを引いていきたいところ。おー、リバイバル。これはちょっと微妙だね。リバイバル、マナ8枚になってるのにリバイバルするっていうのはちょっと微妙かもしれない。リバイバルするとマナがブック4枚に戻ってしまうからね。どうせならこのままの方がいいんじゃないかという気がする。スクイーズまた邪魔ブックばっかり。リフォームで何をリフォームするんだ？三軒さんのリバイバルをリフォームしてリバイバルさせない。しかしそのおかげでまたマナが増えてしまった。相手にリフォームすると、おっと、これは、いいが、ちょっと待てよ。いいが、ちょっと待てよ。シャッター、ポイズンマイルだ。まずいな。これリフォームしてしまうと、リフォームのコスト分のこれがなくなってしまって、誰かにあれをあげてしまうな。シャッターはない方が嬉しいんだけど、シャッター2枚持っているユーピーさんにマナをあげることになってしまう。あんまりよろしくないな。シャッターでシャッターを壊しておくか。シャッターを壊しておくか。シャッターちょっといやらしいよね。まだマナを壊した方がいいんだろうか。なかなか、おーっと、セフトが出た。強いぞ。工藤さん、これ、セフトで終わりそうな気がする。セフトとホープで終わりそうな気がする。おーっと、これで工藤さんもマナ3枚。工藤さんはちょっとフェイト置いてあるのが強いよね。フェイト置いてあるのがドローが増えて強い。こっちもセフト来た。セフトやばいね。セフトをリフォームしたいな。セフトリフォームしたら、みんなに、何か増えてしまうからな。ちょっと、それもまた問題。しかし、セフトはない方がちょっと嬉しいな。僕はもうセフト2枚使っちゃったから、ない方が嬉しいが。難しいとこだね、これ。何を、おぉ、アンチも来た。これはアンチも張るでしょう。バリア来てくれないかな。バリアが切れちゃった。これはまずいね。これホープで一発勝負決めよう。そうだね。ここはリフォームで、セフトをリフォームしたいところなんだが、ホープを使い、マナが2枚出るのにかける。ホープ、マナ2、来たが、くそー。まだ5まで来たのにバリアが外れちゃったよー。くそー。まだ5まで来たぞ。あと1枚。くそー。全員から狙われる。やっぱりセフトをリフォームするべきか、これは。セフトをリフォームするべきだったか。こっちからもセフト。やっぱり。バリアが強いんだよ、バリアが。くそー。工藤さんから奪った。ハイジからではなく工藤さんから奪った。
マナ引いたー、三軒さん天才。ドロッと。シャッター、シャッター、シャッター、ハイジが。お、バカなマナが消えていいのか、バカなマナが消えていいのか、おい。せっかく5まで行ったのに3にされてしまった。さあ、現在の状況、工藤さんが有利かな、わさると。しかし僕にはファインドがある。ファインドでひたすら集めまくれば、おお、来た。アンチマが来たのは嬉しい。ウスペル。バリア来た。いいね。ウスバッサルトがいらないかな。アンチマ張った、バリアよりアンチマ張った方がなんか、おっと、来たー、来た。これ、工藤さんマナ引いたから、工藤さんがマナ4。マナ4。これ 40R 短くない？わら。いや、でも終わりそうじゃない？終わりそうなとこまで来てる。邪魔、邪魔っていうか干渉が入らなければ終わりそうなとこまで来てる。工藤さんが今バリアを引いた。いやー、やっぱ配置に来る。やめてくれ、やめてくれー。そう。あー、マナが2枚見えているのに、マナが2枚見えてるという。勝ちに近い勝負だね。マナが2枚見えているのに。今、今使ったのは、確か、ウィザードアイじゃなくて、何でしたっけ？あー、消した。くそー。バカなマナ捨てるなよ。そう。相手の手札を、違う、手札じゃない。山札から6枚見て、ポイズンマインド。ポイズンマインド、そう。消すことができる。おーっと、これはいい。これは、バリアを張ってる？工藤さんを消したいところか？きついなぁ、きついなぁ。もう、あとリーチまで行ったのに、リーチまで行ったのに、マナが貯められない。今のところ、工藤さんがマナ4でリード。三軒さんが3か？で、ユーピーさんは邪魔ばっかりしているので、1と。感じですね。ここは、いや、今工藤さんが有利だろ。まずいよ。工藤さんが有利だから、あれをしないといけないんじゃない？工藤さんのまず外さないと話にならないよ。終わってしまうよ。おはやらない、なぜ使わない。バリア外しに行かないとしょうがないでしょ。まず、うわぁ、これだけ出てる時にアンチマの方がいいかな。ファインドもすごく役に立つんだが、あ、とりあえずアンチマ、アンチマとどっちが強いのかな。とりあえずバリアの方がいいか。6ラウンド頑張れるから、とりあえずバリア。しかし、マナを貯めるためには、マナが貯まれば貯まるほど、うわぁ、バリアとアンチマ持ってる。これは強い。これは強い。ドローしたら勝ちだ。ワンドロー。さあ、何枚目来るか。あー、恐ろしい。恐ろしい。工藤さんが4枚貯めて、バリア2枚持ち。おっと、来た来た。三軒さんも、三軒さんもマナ4まで来た。三軒さんマナ4対4。おっと、ユピさんも引いた。工藤さん4、三軒さん、工藤さん4、三軒さん4、ユーピー2、ハイジが3という感じですね。工藤が、今工藤が絶対的有利だと思うんだけど、もう自分のを外す。自分のを外すという手もある。カルポーカーセプト。はい。そう、カルポーカーセプト。あ、僕じゃねえだろ、ちょっと待てよ、待てよ、待てよ、僕じゃねえだろ。僕なんだけど、僕じゃねえだろ。工藤さん絶対的有利だろ、今。よし、よし、よし。ナイス。でもまだ、これ外したとしてもまだバリア2枚あるからね。マナ6枚手札に貯めた人の勝ちですよ。来た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 、よし来た、マナ 4! マナ 4! おっと、これで工藤三軒ハイジが 4! あっと、工藤三軒ハイジが 4!さあ、ファインド、頑張れ、頑張れ、ファインド。リフォーム、微妙だけど、ファインドの方がいいだろ、これ。まだ4、4、工藤4、三軒4、ハイジ、おっと、セフト来た、セフト、あっと、張ってない人がいるぞ、バリアを張ってない人が約何人かいるぞ、これで、これで、先にバリアを張る、そらそうだよ、先はバリアを張って、次にセフト。しかも、人に干渉、そしてワンドロー、そしてワンドロー、やばい、工藤さん勝つぞこれ、工藤さん勝つぞ、引くな、頼む、おー、まだ引かない、よし、危ない、おー、セフトが先だ、セフトは、バリア張ってないのが、いない？全員バリア張ってる感じ？干渉できない。
干渉できない。やっぱここはレモラを積まないと。おっと、これ、三軒さんが、そうだね。さあ、引くか、マナ引くか。おぉ、セフト2枚引いた。これはリーチだ、リーチだ。バリアが外れた瞬間に、セフトで、マナ来た、マナ来た、マナ3来た。マナ4、4、4。工藤さん 5? 工藤さん4だよね。三軒さんのセフト。マナを握るか、セフトを握った。セフトを握った。おぉ、リーチを防いだ。リーチをやっつけろ。やっつけないのか。お、フェイト来た。フェイトいいけど、この後に及んでいらない。今は、ファインドの方が、一旦で2枚引けるファインドの方が強い。さあ、マナ来い。あ、セフト来た、いいぞ。セフト来た。これ困るな。困るな。セフトはすごくいいぞ。セフトは三軒さんから奪えるから、これはもうファインドいらないか。よし。さあ、工藤さんはマンドロ、アンチは強えー。セフトで、三軒さんから、あ、ユーピーさんから奪うことができる。これで、工藤さんリーチ、マナ5。おぉ、危ない。これワンドローしたら終わってしまう。リーチになった。しかも、バリア持ち。工藤さんリーチ。おっと、リフォーム。でも、かける相手がいない。かける相手がいない。全員バリア持ち。セフトも当たらない。おぉ、ユーピさんも来た。ユーピさんもマナ4来た。マナ554。次あたり終わってしまいそうだが。うわぁ、アンチマイナ。僕もセフトする。これで5。三軒さんが3。上から工藤さんから5、5、3、4、5。しかしこれで三軒さんの奪う。あ、ユーピさんも奪える?違うな。危ない。さあ、これで僕も5だ。マリアの切れ目が縁の切れ目だが。あ、ここで、ホコラじゃない、ショップ踏みたいところ、マナ5まで来た。さあ、工藤さん来るか?マナ来ない。なんだろう。さあ、ドローした人が勝ちた。おっと、ここはいいところに止まった。これはフェイトのドローで決まるか?フェイトのドローでマナ6来るか?どうだ?来ない。いいディスペルだが、ディスペルいらない。バリアの方がいい。さあ、三軒さんはなんか邪魔できる手がない。ない。邪魔できない。なかなか邪魔ができない。バリアの人は、おっと、いいダイス。これでスペルを引いて、ポイズンマインド。マナが引きたいところだが、さあ、ユーピーさんもマナ4枚来てる。おっと、来た。ディスペル来た。さあ、誰にディスペルかが重要だ。工藤か?ハイジか?三軒か?工藤さんに行った。工藤さんにディスペルした。お、これチャンスだぞ。僕はセフト引けば勝てる。さあ、セフト引け。まだ来たー、まだ6かしら、僕のー、ありがとうございます。おつ。ありがとうございます。はい。これでゲームどうするかって話だね。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じです。あっさり終わった。あっさり終わったね。12ラウンドですよ。あっけない。コンピューター相手だったら24ラウンドだったね。はい、ありがとうございます。これどうするかが問題ですね。このままゲームを続けるのは何なので、はい。ハイジの勝ちということで、ありがとうございます。じゃあ、切りましょう。ライバーンの時より早いっすね。笑う。ライバーン24ラウンドだったのに、ね。やっぱり、セフトが強いって感じだね。ライバーンまだ持ってないからね。はい。というわけで、もう終わりにしよう。設定、これ中断とかできるのかな?中断は電源切るしかない。ホームボタンを押してみよう。これは高画質の動画になりますね。短いからね。はい。まだ6は、ハイジの勝ちでした。ありがとうございます。じゃあ一回切ります。